おはようございます。本日のコーヒーはですね、コロンビアでございます。またコロンビアです。そして、今日の、レンジレシピ、今日はですね、レンジの庫内が 17.9 度ありました。ちょっと暖かかったですね。まあどうしても4時ぐらいからエアコンの暖房が入るようになってるんで、その分もあって暖かかったのかなという気がします。そして、冷凍庫から出した段階で、マイナス20度でした。で、600ワットで、1分20、かけまして、レンジ後、34.3 度になりました。そして、今日の蒸らし時間の予定としては1分の予定で、やります。それでは準備したいと思います。今回、これを用意しました。これ、スマホ用指サック。これがうまく、機能すれば良いのですが、実を言うと、こっちも、これはボールペンについてる、スマホを押すやつなんですけど、それも、用意しました。それでは始めましょうか。動いた。ちょっといまいちですね。まずは穴を掘りましょう。はい、まず穴掘りましたね。ダメですね。ちょっといまいち動き良くないので他の方法を考えよう。軽くポットにお湯を、ドリップポットにお湯を入れてですね、半分入れたらこのお湯を戻します。これでドリップポットの温度が上がるので、ここにお湯を入れるとだいたい95度以上に到達すると思います。はい、お湯を入れました。これで、95度以上に到達しましたね。それでは行きましょう。お湯の準備できました。はい、反応しません。はい、蒸らしに入ります。真ん中にお湯をさして下に落ち始めたら周りにかけましょう。はい、蒸らしは1分です。
なし1分ですね。今14秒、かかってしまったので、下のタイマーの方を、使ってみたいと思いますね。まあ、本来なら、この、オレンジ色というか橙色の、タイマーの方に従うのですが、今回はちょっと十何秒違うわけで、ここで、抽出に入ります。抽出している感じとしてはですね、泡が出そうな雰囲気は今んとこないですね。粉が動きそうな雰囲気もありません。お湯をひたひたしている感じの違和感もありません。ただまあ普通には噴火する場合はですね、この後、後半のお湯を差している時にですね、盛り上がる部分ができ始めて、そこから噴火するということになるので、ある程度水位を上げてそれが起きるかどうかを見ていきたいと思いますね。全く噴火する雰囲気はありませんね。水位はいつもの通りに、ちょっと多めの、上の方に水位を上げてきております。やってる感じではあんまり問題なさそうですよね。特に、後半、2投目の、お湯を差してる最中ですけど、泡が全く出る気配がないです。このレンジでやってるのはどうも、ガスは抜けやすい感じはします。
はい、入れ終わりました。で、外します。で、薄めましょう。で、薄めてかき混ぜて出来上がりになります。代表できました。指サック役に立たんかったです。なんで昨日話したじゃないですか。うん、あのね、分かったのはこの台をもうちょっと工夫しないとダメ。うん、ただスピーカーに反応してましたよ、ちゃんと。は？え、スピーカーでピンピンってなってたじゃん。あっちに繋がったからなのかなと思ったんだけど。え、何、スピーカー動いてた？動いてる。だからかなと思ったけど。え、そうなの？ずっと音がすごい音で聞こえてましたけど。あ、そうなの？あら。それはちょっとびっくり。まあいいや。あ、薄いですね。1分20まで短くするんだったら1分半ぐらいの蒸らしは必要ですね。そうだね、バランスとしては。そしたら1分半を基準にすると1分40に10秒伸ばして、うん、蒸らし1分と1分半を両方、多分1分半はやらなくてもいいかなって気がします。あのレンジ後が 34.3 ってちょっと低いんですよ。うん、やっぱこう見ると1分20はちょっと短いのかな。うん、これと蒸らしとの兼ね合いだと、蒸らし時間との兼ね合いだと思うんですけど、ちょっと足りないんだったら、あの1分半までの、昨日はあのちょうどいいぐらいに濃さ出てたんで。ただあれなんですよ、この泡が出る雰囲気はないんですよ。うん、だから酸味出てますよね、これ。うん、庫内あったかいですね。17.9 だった。はい。これが 34.3 までしか上がらない。上がんなかったよね。うん。1分40に伸ばして、蒸らし1分。1分半で最初は行きますか。1分半か1分どっちでもいいですけど、1分半から行ってそれから1分に戻す感じで行きますかね。はい、はい、ということで大体の打ち合わせが終わったんで、CM タイム。はい、今日はこれですね。ラスラハツ尽くし。何かというとですね、ラスラハスを使ったすべての、ブレンドから単品から何やかんや全部、それを、セットにしました。これなんでセットにしたかというと、このラスラハスと非常に相性のいいですね、大宮の、大宮洋菓子店さんのシュトーレン、なんと、1本つきます。この大宮さんのシュトーレンって結構、大人気でしてですね、あ、1本、いくらぐらいですかね、4000、5000円するようなものなんですよね。4500円で、まあ、箱入れると150円とか250円とか。うん。
それ税抜きですから、はい、税込み5,000円超えちゃうんですよ。5,000円ぐらい。だからその5000円の、シュトーレンが1本丸々ついてくる。でこのシュトーレンと実は言うとラスラハスが相性がいいということで、セットを作ったんですね。でなんでこんなシュトーレンみたいな高級なものが1本ついてくるかというとですね、ちょっといろいろなドラマがありましてですね、そのドラマはホームページを商品ページにはい、いろいろ書かれておりますという、大宮さんの、このシュトーレンに感謝を込めなぜかラスラハス尽くしの、セットを1名様に、販売となっております、うん、かなりねバターをしっかりバターしっかり漬け込んだりとか、うん、作り方はドイツの本場の、はい、製法伝統的な製法で作られたシュトーレン、うん、なので風味も重厚っていうか濃いんですよ。そうですね、うん、でフルーツイチジクとかしっかり入っているので、はい、入ってるし、はい、これちょっとあれですよ、実際に、食べてみるといいですよ、うん、シュトーレンというものはこういうものなのだというのがよくわかります。はい、というのでこれに対してですね、これをやると、またお得になる、さらにお得になるという、コーヒークレジット決済 10% オフキャンペーンという、まあ簡単に言うとですね、このシュトーレンの、とのセットでもそうですけど、まあまあ、ラスラハスが入るっていうことはやっぱそれなりの値段になるんですけど、そのそれなりの値段の 10% は割引いてしまおうと、つまりクレジット決済をやってくれるとですね、今、この玉木の方ではクレジット決済をちょっと大々的に推してるので、クレジット決済をやってもらうとですね 10% オフキャンペーンというのをやっております。だから、今の、シュトーレンがつくですね、ラスラハス尽くしに関しても 10% オフが、聞くので、よければですね、ラスラハス尽くしを、このコーヒークレジット決済 10% オフキャンペーンを利用して、注文いただけたらいいかなというふうに思っております。あと言っておきたいことありますか？そうですね、クリスマスアソートのアンユージュアル、はい、の食べ合わせのためにレーズンウィッチを用意したつもりだったんですけど、はい、小川県さんが、うん、しっかりとレーズンが入っていたので、はい、また違うものを探して、うん、挑戦しようと、とは思ってます、はいはい、ということで、はい、期待しとってください。はい、ということですね、今日はコロンビアを、芯で作ってみました。で今日の、レシピはですねこうなっておりました、12月18日、レンジの庫内が17.9度、エアコンで暖房が朝4時ぐらいに入るので、それで室内の温度がちょっと上がってたというのもあって、レンジ内が 17.9 度、冷凍庫から出した時がマイナス20度、それに対して、レンジでですね、600ワット1分20秒かけた段階でレンジ後が 34.3 度、その状態で、蒸らし時間を1分で、コーヒー立ててみました。結構酸味が出てちょっと薄い感じのコーヒーになったかなという感じがします。この辺に関してはですね、また明日、ちょっと工夫していきたいと思います。ということで、今日も仕事を頑張ります。